皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の社会、共に生きる暮らしと政治の10回目の内容です。それでは教科書26ページから27ページを開いてください。今回の学習の狙いは、裁判所の仕組みを調べ、その役割や国会、内閣、裁判所の3つの関係を捉えることができるです。今回の学習問題は、裁判所にはどのような役割があるのでしょうか、です。まず、裁判所の仕組みや仕事を調べましょう。教科書26ページ上の資料 E や本文から分かりやすく図や短い文にまとめてみましょう。それではノートまたはワークシートを用意してください。ワークシートの人は四角の枠の中に裁判所の名前や裁判の流れが分かるように重要語句を書き込んでみましょう。ノートの人はこの図を参考にまとめてみてください。まとめている間は一度動画を停止しましょう。最初に裁判所の仕事を確認します。裁判所は争い事や犯罪について憲法や法律に基づいて判断し、解決する仕事をしています。国民は誰でも裁判を受ける権利を持っています。これは憲法32条に定められています。裁判の仕組みです。ここに示したように、裁判所には家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所があります。裁判所の判決に納得ができないときは、控訴、上告として上級の裁判所に訴えて、3回まで裁判を受けることができます。この仕組みを三審制と言います。資料A を読むと裁判の傍聴について書かれてあります。裁判は誰もが傍聴することができます。傍聴する人がいることで間違いが起きないように、より公正で慎重に判断する裁判が行われるようにしています。それでは裁判員制度について調べましょう。教科書26ページ資料 A に裁判員制度について書かれています。裁判員制度とはどのような制度なのか、そして将来あなたが裁判員に選ばれたらどうするか考えてみましょう。調べたりまとめたりしている間は一度動画を停止しましょう。裁判員制度は、くじで選ばれた国民が裁判に参加する制度です。この制度は2009年から始まりました。裁判員は20歳以上の人から選ばれます。特に重大な犯罪について、裁判員に選ばれた人と裁判官が一緒に話し合い、刑に対する有罪、無罪を判断します。もし裁判員に選ばれたらどうするか書けましたか？法律のことをあまり知らない不安や人の一生を決める重要な責任があることから選ばれることが怖いと感じるかもしれません。だからこそ真剣に話し合い、間違いのないように判断しなければなりません。この裁判員制度を通して国民の意見が裁判に生かされ、
裁判に対する国民の関心と信頼が高まることが望まれます。次に、国会、内閣、裁判所の3つの関係について調べ、図にまとめてみましょう。矢印や重要語句を書き込みながら図に表してみましょう。この3つの機関の関係図はとても大切な関係図で、中学校でも学習します。しっかり調べていきましょう。まとめている間は一度動画を停止しましょう。国会には立法権、内閣には行政権、裁判所には司法権の役割が与えられています。それぞれの機関がその役割を実行し、お互いの役割を調べる役割を持つことで、一つの機関に権力が集中しないような仕組みをとっています。これを三権分立と言います。国会から内閣に対しては、内閣総理大臣を指名、内閣の不信任の決議を行います。内閣から国会に対しては、衆議院の解散、国会の召集を決めます。国会から裁判所に対しては、裁判官を辞めさせるかどうかを決める弾劾裁判を行います。裁判所から国会に対しては、法律が憲法に違反していないかを審査する違憲立法審査が行われます。内閣から裁判所に対しては、最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命を行います。裁判所から内閣に対しては、行政処分が憲法に違反していないかを審査します。私たち国民は、選挙や世論、最高裁判所裁判官の国民審査などを通して、それぞれの機関に意見を伝えることができるのです。私たちの願いを政治に反映させるために、選挙への参加や行政や司法への関心を高めていく必要があります。それでは学習のまとめです。裁判所の役割、それに加えて3つの機関の役割についてもまとめを書いてみましょう。まとめを書いている間は一度動画を停止しましょう。書けましたか？裁判所は憲法や法律に基づいて争い事や犯罪を解決する役割を果たしています。国会は立法権、内閣は行政権、裁判所は司法権の役割があり、それぞれの機関の権力が集中しないように三権分立の仕組みの下で進められています。最後に振り返りです。振り返りは狙いに対してできたことや分かったこと、今後調べてみたいことなどを書きます。今回は裁判所、三権分立について図に表してまとめました。とても大切な図なので、しっかり覚えておいてください。次回は税金について学習します。今回の学習はこれで終了です。これで茨城オンラインスタディ小学校6年生の社会、共に生きる暮らしと政治の10回目の学習を終わりにします。それではまた。